氷見の商店街にある青い扉が目印のベーカリーごぱん。自家製の天然酵母と国産小麦を使ったハード系や惣菜パンなど、およそ30種類のパンが並びます、うん、お店のおすすめはイタリア発祥のパン、チャバタ。チャバタ、そう、表面はパリッと気泡を多く含む、中はもちもちっとした独特の食感で、サンドイッチにして食べるのがおすすめだそうですよ。本当だ、もちもちしてる。13年間勤めたサラリーマンを辞めて、4年前にベーカリーを開いた店主のごぼうさんが、ごぱんという店名に込めた思いが。日本人ってやはりご飯を食べるような習慣って当たり前のようにあると思うんですけど、ご飯の代わりに自分が作ったパンをですね、日々、食卓に選んでいただいて並べばいいなというふうに考えてます。なるほど。そんなごぼうさんがお店に並ぶメニューで絶対に外せないというのが蒸しパンです。蒸しパン、すごく種類豊富で、あ、はい、美味しそう。何種類くらいいつもあるんですか？だいたい8から9種類ぐらい並んでます。へえ、一押しの蒸しパンはどれですか？今だったら抹茶人気。白玉が乗ってる蒸しパンなんてもう初めて見ました。季節限定で今かぼちゃ9月から出てますので、優しい甘さで人気です。保存料とか着色料とか入ってないようにしてるので、ちっちゃいお子さんとかにも安心して食べていただけるようにしてますね。どう、一郎、見た目も可愛いよね。カラフルだから、これセットで買って、うん、そうそう、写真まず撮りたいな、これ。うん、あとね、もう全種類買ってお土産にする人も多くいるそうですよ。さあ、一郎、スタジオに用意しましたごぼうさんおすすめの茶畑と、見た目もとっても可愛い蒸しパンです。これ何、茶畑ね。ねえ、そう、そういう名前なんだ。うん、あ、めっちゃもちもちしてる、触った感じから。そうなんですよ。ほう、もう音もする。じゃあ一緒に食べましょうか、茶畑。いただきます。うん、パリパリ、周りサクサク、すごくサクサクで、中はもうこの噛み応えね、なんかこのごまの風味がいいね。うん、本当に香ばしくて、うん、もうこのままでもいいし、何かこうつけて食べてもいいですし、で、あの、この店氷見にあるパン屋さんということで、これからは魚を挟んだ茶畑サンドにも挑戦してみたいということでしたよ。何の魚？なんだろう、サバとかか。サバサンドってあるけどね。でも日々だからブリの方がいいのか。おお、ブリサンドも食べてみたい。そして蒸しパンも一郎食べてみて。うん、どれがいいのこれ。どれでも。あ、じゃあ芋のやつある。うん、さつまいもです。じゃあ俺はそれを食べよう。はい。え、紫芋ってこと？え、違うのかな。そうですね、紫芋。あとなんか四角いさ、そう、これはうんうん、さつまいももゴロッと。いただきます。はい。うん、あー、芋甘、うん、自然な甘みがあって、うん、なんかふわふわしてて美味しいな、食感もこれ。じゃあかぼちゃもいただきます。うん、おー、ものすごくかぼちゃ美味しい、ホクホクで、蒸しパンプニプニだし美味しい。ものすごくかぼちゃっていうコメントどうなの？でもね、かぼちゃだから。ものすごいのよ、かぼちゃの感じが。で、蒸しパン、今は期間限定がかぼちゃなんですが、今後はコーヒーホイップとか肉まん風の蒸しパンっていうのも登場するみたいですよ。へー、氷見のベーカリーごぱんについてお伝えしました。